どうぞ。はい。センターこちらでお願いします。はい。はい。はい、じゃあこちらに目線お願いします。はい、センターからお願いします。その上こちらお願いします。ありがとうございます。その上お願いします。こちらです。はい。ありがとうございます。お願いします。一作品を手掛ける川瀬直美監督、映画祭の代表の別所哲也さんです。皆さん、ショートショートフィルムフェスティバルにお越しいただきまして本当にありがとうございます。本日は本当に雨の中ですが、たくさんの方にお越しいただいて、光栄でございます。グランプリの発表前に、未来系の来年に向けてのプロジェクトということでシネマファイターズをここで発表させていただきます。ここにいらっしゃるお二方の協力のもとにシネマファイターズがスタートということなんですが、まずは LT 長ヒロさんに、はい、エグザイルヒロさんに、エグザイルヒロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、先ほど VTR でも紹介させていただいたんですけども、昨年、3代目 JSOULBROTHERS という、アーティストのアンフェアワールドという、楽曲が、レコード大賞を、取らせていただいたんですけども、その作詞家を、務めている、小竹雅人さんという、はい、方がいらっしゃるんですけども、その小竹さんは3代目だけじゃなくて EXILE だったりとか先ほど出た E-GIRLS だったりとかフラワーだったりとか本当に LDH アーティストの作詞や世界観を作っている、プロデューサーの方なんですけど、その小竹さんの世界観を、ここにいらっしゃる、川瀬さんのような、才能ある、監督さんに LH ファミリーの出演者を料理していただきながらその世界観を、ショートフィルムを通して、表現できたらなという思いで、このシネマファイターズという、プロジェクトが、発足することになりました。そうですね、はい、日本レコード大賞も取った小竹さん、実は今日は会場にいらっしゃるんですが恥ずかしがり屋で登壇はされないということですが、はい、その音楽の世界はもう皆さんよくご存知の楽曲ばかりなんですが、その音楽にインスパイアされた短編映画ショートフィルムをいよいよ今ご覧いただいたように来年に向かって作っていきます。そしてその先陣を切っていただくのは先日のカンヌ映画祭で審査委員長短編部門で務められシネフォンダッション、こちらでも審査委員長を務められたもちろん川瀬直美さん、皆さんよくご存知だと思いますがカンヌ映画祭常連の監督でいらっしゃいます。一言お願いいたします。はいありがとうございます。かっこいいお二人に
挟まれて、私物を知らずに奈良で生まれて育って、昨日も田植えをして、そして今日こんなところに挙げさせていただいて本当に感謝しておりますが、その小竹さんの、曲聞いたことありませんでした今まで。私あの普段テレビも見ないもんで、あのエグザイルという方々がどういう方々かっていうことも正直ほとんど分かりません。そんな中で、楽曲がいくつか、送られてきて、このようなお話を別所哲也さんからもいただいて、もう本当に真っ白な状態で見さす、あの聞かせていただいた、その時に感じた感覚というのをもうすでに映像が浮かんでいるので準備を始めています。はい、なんか同い年なんですよね。はい、あの、はい、同い年で、はい、なんかこうキュッとする感じとか、はい、なんかこう刻まれていく感覚とかがすごく似ているのかなと思うんですけれども、なんでそのキュンとしてた時代の私が通っていた高校に行ってみました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、で、はい、行ってみたところ、なんかすごくこうその時代のなんていうのかな、ドキドキワクワクする感じとか、あの無垢な感じとかがすごく蘇ってきて、この作品奈良の自分の母校一条高校というところで撮影するということを決心して今ここに立っています。だそうです。はい、よろしくお願いします。奈良が舞台、そしてどんな楽曲になるかはこの後皆さんにも発表してまいりますので、このシネマファイターズどんなプロジェクトになるのか、そしてヒロさん、はい、LDH のメンバーも出演する可能性もあるわけですか。はい、そうですね、エグザイルメンバーといいますか、エグザイルファミリーのみんなを出演させていただいて、いろいろな監督さんに撮っていただきたいなと思ってるんで、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。多分ね、私が知らないだけで、はい、本当に才能ある方がたくさんいらっしゃると思うので、ぜひ仲間に入れさせてください、はい、ぜひこちらこそこれから一緒に頑張っていきたいと思います。そうですよ、はい、母さん の作品出た小野さんはね、そうなんですよね。そうですよ、なんかすごい近いところに嫁に行ったという、はい、うちの専務 の奥様に なられました。はい、そうです、もうこれで、はい、ファミリーですね、はい、ぜひよろしくお願いします。LDH ファミリーなんですね。ぜひ一緒にいろんなことを、はい、いろいろな縁をこれからぜひ一緒に作っていただきたい。世界をハッピーにするというのが、はいはいはい、なんかこう寂しいこととかいろいろあるけど、はい、映像ってそういうものをポジティブに変えていく力もあると思うんですよね。音楽だけじゃなくて、別視されているようなショートフィルムでも世界を明るく笑顔にしていきたいなと思います。はい、シネマファイターズ来年に向かって、今日から始動してまいります。どうぞ応援よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。非常に楽しみです。皆さんありがとうございました。